ビーへ向かって悠々の構想で重賞2連勝。こんにちは、名の風です。競馬にはいろんなシーンがありますけれども、まあ、逃げと差し追い込み、まあ、大別すればそんな感じになろうかと思いますけれども、まあ、中にはペースというのもありますよね。さて、それらいろいろあるがレースのシーンの中で見る側にとってどうでしょうか。一番気になるのは逃げ馬の存在ということが言えると思います。鮮やかに逃げてくれますとなんかこう気持ちがスカッとするわけなんですが、期待した馬が逃げ切った時のあの爽快感、これは騎乗している騎手も同じだと思うんですね。その逃げるシーンが大きな舞台であればあるほど、大事な舞台であればあるほど騎手の存在、それから騎手の腕というんでしょうか、そういうものを私たちは感じることができると思います。かつて皐月賞を受賞してダービーを目標にトライアルの青葉賞で逃げの真骨頂を発揮したアドマイアメインという馬と武豊騎手の手綱、まあ、いつまでも印象に深く残っているんですが、ここで勝ちたい、そしてダービーに向かいたい、そういう思いが、まあ、私たちに伝わってきたと同時にですね、逃げている武豊騎手の気持ちまで、まあ、伝わってきたシーンではなかったかと思います。それではアドマイアメインが武豊騎手の手綱で悠々と逃げ切って勝った青葉賞のシーンをご覧いただきましょう。毎日杯を楽々と逃げ切った後、皐月賞には出走せず照準をダービーに定めたアドマイアメイン。ステップレースとして選んだのが青葉賞だった。ダービーに向けて3着まで入りますと出走権が得られます。おなじみの青葉賞、今年で13回目の競馬になります。枠入り終わりました。さあ気合が乗ります。スタートしました。